今回ですけどもこちら白越あんもなか花千歳寛江戸のお菓子でこちらのもなかを食べてみようと思います購入したのは JR 奈良の駅前にお店がありましたのでそこで購入していますこんな感じのもなかです大きさですね大きさこんな感じのサイズ感です原材料ですけれども砂糖手棒豆もち米 寒天、水飴、トレハロース安定剤、着色料という感じです。内容量が 33g。で、取り出してみるとこのような感じです。大きさはこのような雰囲気。そして桜のこの形のもなになっていて、形も綺麗で、色もピンク色で綺麗です。横からの見た目はこのような雰囲気です。 今半分にカットしてみたんですけれどもこのような感じでもう中は薄めになっていて、えー、最初からあんこを中に入っていますので、まあ、ある程度しっとりとした感じで食べれるのかなと思いますで中の白あんはたっぷりと入っていてこう滑らかなようなこの雰囲気いいですねそれでは食べてみようと思います うんはいこう白あんの滑らかさとあの白あんのこの落ち着いた甘さっていうんでしょうかこれがですねこのモナカの皮の香ばしさとよく合いまして美味しいです白あん好きな人にはおすすめですのでこのモナカですね ぜひ食べてみてくださいちょっとしっとり系のもなか好きな方にもいいと思います自分で出来たてで後でサクッと食べたいなっていう方もいると思いますけれどもこれはこれでまたあの口の中でゆっくりとですねえもなかの香ばしい香りと白あんと混ぜ合わせながら食べてそしてお茶とかゆっくり飲みながら食べると美味しいのでこういったもなかもたまにどうでしょうか